Hello there, everyone. Welcome back for some more Root Film. Unfortunately, my dishwasher just woke up, so it will be with us again today. I'm a little unsure where we left off before. I think we went through this, right? We need to speak to you. Burned by hellfire. We got this prompt, right? And I ended the episode pretty briefly after that. Okay, well, maybe this is where we left off. So, Kumashiro, blah blah blah. Yes, we've thought about stuff. Stage cues and mobile phone. Here we go. And I'll turn the microphone off. Okay, chapter transition, everyone. さっきメールを見せた通り、奴は被害者を自分の霊能力で燃やしたって言ってる。霊能力で、そんなことあるんでしょうか。一応パイロキネシスっていう発火能力が存在するという人もいるな。もっとも霊能力というより超能力って類だけど、それが本当なら犯人分かっちゃったじゃないですか。その霊能者のメールアドレスから本人を警察に辿ってもらえばいいんすよ。一応あの後メールの情報を一通り三沢さんたちに伝えておいたが、まあ簡単にはいかないだろうな。メールから本人に辿れないような細工くらいしてるに決まってる。Okay, so we get to play the game again. Goody goody. Where are we though? Let's start with you. しておいたよ。あんたの力は十分分かったから会おうってな。ただ、今のところ返信は来てないな。直接会えさえすれば正体もわかるし、話は早いんすけどね。文面には地獄の効果を持って罰したってあったんですよね。ああ、
して白石ひなさんも桜井さんが地獄の豪華に焼かれると怯えていたと言っていた。でもこれちょっと変な気がします。変って何が？霊能力で誰かを焼き殺せるなら、そもそも銃のようなもので撃ったりする必要ありませんよね。実際桜井さんが亡くなったのは撃たれたことが原因であって、焼かれたのは死んだ後なんですから。あー、なる。確かに妙な話だな。霊能力ってオカルトまがいのことと銃という現実的な要素が混在してるってのは。何かそこに重要な意味があるような気がするんです。ああ、おそらくそれで間違ってない。そのあたり意識して調査を続けてみよう。かなで。クイズです。疲れていると味覚が感じにくくなりますが、では味覚の感じ方で疲労の影響を最も受けないのは塩、砂糖、酢のうちどれ？酢。残念、正解は砂糖でした。だから疲れてても甘いものは美味しく食べられるんですね。だから、かなでさんいじりすぎですって。なんだ、君たち相変わらずカメラ持ってうろちょろしてるのか。 Yeah, we never learn, apparently. Say, not fantastic aspect of this game's writing qualities. That's not the only way to get in the way of an investigation, my guy. Take a hint. に関しては生活安全課の方に回しといたよ。サイバー犯罪ならあっちの方が対応早いからな。スパムメーター、いたずらメールだろうが、一応ってやつだ。はあ。一応って、なんか扱い雑じゃないですか。こっちはせっかく情報提供したのに。あのなあ、こっちは狂気の捜索やら、桜井徹の悪仲間洗うのやらで、手一杯なんだよ。そんな中、捜査会議で霊能力で焼き殺されました、そっちを調べましょうなんて言えるか。頭いかれたと思われて捜査から外れちまう。
でも実際に犯行声明みたいなメールが送られてきてるわけですよね。なら事件に関わる重要な人物の可能性もあるんじゃないですか。なるほど、確かにひとはさんのおっしゃる通りだ。その霊能者が事件の鍵を握っているのかも。これは霊能者を捜査する必要が。ねえよ、大体そのメール昨日の夕方送られてきたんだろう。だったら新聞やニュースで事件のあらまし知ってそれっぽく書いてきたんだろうよ。それはでも実際に遺体のあの不自然な状態を見ましたよね。火の気のないところで遺体が焼けてるなんて。少なくともその説明のつかないことに霊能者と呼ばれる怪しい人物が関わってる可能性は十分あると思うんです。 But shamans aren't supernatural, you. Ah, crazy person. Well, I mean, it would help Yagamo if you did because he's a klutz.Okay, back to the gymnasium and more microphone off. Oh, hi guys. Misao-san, 現場検証は終わりですか？いや、県警本部から DNA 鑑定の結果が届いたんだ。今それを確認してたところ。それ、例の血痕と左手首のですね。どうだったんです？なんでそんなことをおめえに教えなきゃならんの？いや、それは。うちらと刑事さんの仲じゃないっすか。教えてくれたっていいっしょ。お前らと俺がいつどんな仲になったってんだよ。いや。Exactly this question. Amakata, for fuck's sake. Yeah, 自分もそのつもりですよ、ひとはさん。鑑定の結果はどっちも桜井本人のもので間違いなかったです。言うなやこら！ちょうど言っとくことがあったんだ。なんすか？お前じゃねえ、ヤグモの方だ。俺？俺が何か？お前、まだしばらくここに滞在する気か？の？ねえ、そのつもりですが。もし所在を変えるようなことがあれば一言連絡しろ。いいな。いいですけど、そりゃ一体どうして出たんだ。お前の服から消炎反応。嘘っしょ。マジだ。事情聴取の時にシートで確認しただろう。
あれにバッチリ反応出たんだよ。ちょ、待ってください。撃たれた人物の隣にいたんだ。だったらそれで反応が。ああ、分かってる分かってる。焦らなくてもこっちもそれぐらい分かってるよ。そもそも硝煙反応出たのお前だけじゃなくて、あの場にいた観光客の中にも何人。 Huh, wouldn't that mean that the gun was fired in, well, in among the audience, the pews, seating, whatever.Second, is that really what happened though? Well, anyway, I'll turn off the microphone again. We're supposed to be going some other place once he's done talking.随分と人数が減ったみたいですが。あ、どうも。そうなのよ。みんな仕事や学校があるからね。問題ない人から帰ってもらってるの。ああ、石見神楽の方たちって別に専業じゃないですもんね。警察からも後で呼び出しあるかもだけど、帰っていいって言われてるんで。なるほど。鳥山さん以外の中心メンバーもみんな帰っちゃったんですか？いや、中心メンバーはみんな残ってるわね。さすがにあんなことがあった後なんで、いろいろと後始末しなきゃならないことが山積みだからね。私も諦めて会社に有給申請しちゃった。他の中心メンバーは今どこにいるんです？姿が見えないようですが。また傑作なんだけど、峰岸さんたちよっぽどへこんでたんでしょうね。急に恵比寿神社にお参りに行くとか言い出して。気分転換の散歩がてら今お参りに行っちゃったのよ。恵比寿神社っていうのもこの辺にあるんですね。ええ、このすぐ近くにね。小さいけど室町時代に建てられた本殿もあって、いい神社なんだけどね。神楽で恵比寿演じたのに、その直後にあれでしょ。だから恵比寿様に謝りに行こうってことみたいよ。
暖房でスモーク。ああ、そうね。ちょっと気になることあって、これを仕入れたカムラショップの人に見てもらってきたのよ。気になること？それってもしかして事件のあの夜、不自然なぐらい大量にスモークが焚かれてた件すかね？そうそう。畑の人たちだと不自然だと気づくか。いや、あれは一般の人でもおかしいと気づいてたと思いますよ。そうなのよ。別に使う本数は増やしてないのに、すごく大量のスモークが出てて、舞台袖で見てておかしいって思ってるうちにあんな騒ぎになっちゃったのよね。違う種類のものを使ってしまったということでしょうか。私自身はいつも通りのものを使ったつもりだし、見た目も変わらないしで。でも念のためショップの人に見てもらったら、うちで作成したものとは違いますだって。はぁ、That is suspicious. So they got delivered some bad candles or something? Do they always get their own candles? キビヤさん、やあ、どうも皆さん。社殿を眺めていたようですが、こちらに何か用事でも？用事というか、ちょっと思い出したことがあって、それを警察の方に伝えようかと思ってやってきたんです。思い出したこと、それって何です？ああ、いや、あまりに些細なことなんで、まだ警察の方に言うべきかどうか迷っているくらいなんですが。大丈夫っす。だったらまずうちらに話してみてください。警察に言うのはちょっと気が引けることでも、うちら相手なら気軽でしょ。ああ、なるほど。ではちょっと聞いていただきますか。実はあの男性が撃たれて倒れた後のことなんですが。スモークの中、何度も銃声のような音がして、私も慌てて逃げようとしたわけです。うちらもそうでしたよ。結構みんなパニックになってました。ええ、その時私の足元からもパンと銃声のような音がしまして。足元から？低い位置ということですか？ああ、いや、低い位置というより、
完全に足元からに聞こえました。あくまで私の感覚ではありますがね。なるほど。そういえばあちこちで鳴ってた銃声のような音も低い位置から聞こえてたような気がします。自分も言われてみればそんな気がするかな。つまり拳銃を持ってた犯人は寝そべったような姿勢で撃ってたってことか。 If that was the case though, why were not more people hit? Why was there only the one guy?Right. Well, I think we'll end the episode here. There's been a lot of inspiration going on, and as far as I can tell, there is more to come. So, yeah. Let's just leave it off here and stay tuned.